古墓公式がエイプリルフールで暴れています。本日迎えたエイプリルフール、毎年各界隈の運営が様々な企画で盛り上げてくれるのですが、中でも古墓は GTA をやったりアイドルデビューしてみたりとなかなかぶっ飛んだことをするので、ファンからも古墓はエイプリルフール何をぶっ込んでくるのか楽しみだ、今年は一体どんなネタを提供してくれるのなおと期待の声が上がっていました。その中、実際に行われた企画は、古墓ゲーム内でも動画チャンネルを運用しているミチルがみっちみちのスケジュールのライブ配信を我々に提供してくれるというもので、ファンからも狂ってて好き、配信者もびっくりの過密スケジュールで草、これが本当の過酷なブルーアーカイブかなどと言われ、配信は若干の狂気を見せながらも滞りなく進んできました。しかし配信終了後に運営がなぜか、先生お騒がせしてすみませんでした、お詫びとして10回募集チケットを配布しますとツイートしたため、ファンから何のお詫びだよ、放送事故扱いは草、謝罪しすぎて頭軽くなってるぞアロナなどと総ツッコミがされていました。また公式がツイートした画像では、なぜかミチルが謝っていたので、ミチルのせいじゃないよ、責任はアロナが取るからね、やっぱアロカス調子乗ってんなとアロナにヘイトが向いていて笑いました。かわいそうですね。余談ですが、今回の配信の中で寝起きドッキリをするというコーナーがあったのですが、絆が起こされる前から起きていて、やや苦しい言い訳をしていたことで、ファンから完全に朝帰りの言い訳、彼氏のとこに行ってたのなどと言われ、絆彼氏概念が勃発していました。こちらは以前からあったもので、絆は先生に悪気なく彼氏紹介してきそう、彼氏の前では普通に喋る絆とか言われ、根強く提唱されてきた概念ではあるのですが、同時に曇らせで体調悪くなったことないけど、絆彼氏概念で体調悪くなったことはある、絆に彼氏いるって言ってる奴ら全員ブロックする仕事に就くなおとガチなアンチも多いので、この話題はこの辺にしておきます。さて、生放送の企画の中にはアリスのゲーム配信があり、ゲーム開発部が作ったという趣旨のなかなか完成度の高いゲームがプレイされていました。そこでラスボスとしてユウカが登場したので、エトミーは太ももで物理攻撃反射されそう、ドットでも太くて草、太ももも魔王などと興奮していたのですが、その中コメント欄に、え、私魔王なのと驚くユウカが登場するという粋な演出があったため、ファンからコメント欄にモデレーターのユウカいるのゲー細かいってレベルじゃない、ユウカ俺の体重毎日測定してなどという声が上がっていましたね。ちなみに現在そのコメントをしたチャンネルは特定されているらしく、先ほど見に行った際には登録者がもう4000人まで増えていました。今年も我々を楽しませてくれたブルアカ、アリスの配信していたゲームは公式のリンクから飛ぶことで実際にプレイすることができるのですが、バグはあっても使用と豪語するだけあって、不具合報告もそこそこ散見されたり、階段コマンドがあるのに階段が登場しないみたいな意味不明なことも起きているのですが、ファンからずっとできそうなぐらい楽しかったです、すげえよブルーアーカイブはなどと大絶賛されていましたね。水着が釣れたり裏ステージもあったりとかなり凝っているので、ぜひ皆さんもプレイしてみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。本日のニュースでした。ご覧のスポンサーです。